ゴシック小説、ゴシック小説とは18世紀末から19世紀初頭にかけて流行した神秘的、幻想的な小説。ゴシックロマンス、ゴシックロマンスとも呼ばれ、その後、ゴシックホラーなどのジャンルも含むことがあり、今日の SF 小説やホラー小説の源流とも言われる。イギリスの作家ホレス・ウォルポールの、オトラント城、北斑。 1764年がゴシック小説の先駆とされる。イギリスでは16、17世紀には大陸から輸入されたロマンスやピカレスクが盛んに読またが、その後はリアリズム小説の流行で下火になる。ウォルポールは別荘のストローベリー、ヒルハウスを改築して自分好みの中世ゴシック風、ゴシックリバイバル建築に仕立てた。またある日に見た夢をもとに、 中世の古城を舞台にした幻想的な小説、オトラントジョーキタンを書いた。ストローベリヒルと第2版で、あるゴシック物語とサブタイトルの付けられた、オトラントジョーキタンは、ゴシックリバイバルの契機となるとともに、ゴシック趣味の流行に決定的な影響を与えた。ついで、クララリーブ、イギリスのローダンシ7 7年、東洋趣味的なウィリアム・トマス・ベックフォード、バテック、 1786年、森のロマンス。1792年、アンナド・クリフ、ユードルホの秘密。1794年、マシュー・グレゴリー・ルイス、マンク。1795年、イタリアの惨劇。1797年、チャールズ・ロバート・マチューリン。ホーロー・シャルモス。1820年、ジェームズ・ホック。悪の誘惑。1824、など、幽霊や怪物。 その他の超自然的な現象を登場させたり、イメージとして差し示すような作品が書かれた。フランス革命思想の影響を受けた思想家、ウィリアム・ホドウィンのケイレブ・ウィリアムズ1794年は、その政治思想を反映しながら、当時の冒険小説や騎士道物語の影響を受けた犯罪小説のゴシック小説となっている。これらは当時の他の文学作品と、 同じく巡回文庫、チャップブックによって広く読まれ、チャップブックではダイジェスト版の他にそれ用の創作も多く出回った。モンタギュー・サマーズ、ゴシック小説書士、1940年では、フランソワーズ・トマス・バクラール・ダルノーの1745年の作品から、エライザ・ウィン・スタンディの1860年の作品まで、数百冊がゴシック小説として数えられている。 これらの作品は恐怖派とも呼ばれ、それまでの幻想的な作品が信仰や伝承、迷信の世界を描いたのに対して、超自然的な脅威にまつわる恐怖やサスペンスを主題にており、近代小説の手法によるロマンスとも言える。多くがイギリスではない大陸を舞台にしているところも特徴の一つである。ウィリアム・ゴドウィンの娘、メアリ・シェリーのフランケンシュイン。 1818 18年では人造生命という純粋に空想の所産による恐怖を生み出した点でも画期的である。ゴシック的思考は1740年代には墓場派と呼ばれる詩人たちに現れており、その一人トマス・グレーはウォルポールの友人でもあった。また当時イギリス式庭園にゴシック風が織り込まれ、またピクチャレスクの要素として ゴシック建築の廃墟が描かれることが一つの様式となっており、マクファーソン、オシアンが広く読まれるなど、ロマン主義的な美意識も時代的感性として育っていた。18世紀イギリスの流行であるサミュエル・リチャードソンなどの鑑賞小説で登場する発酵の乙女の成長は、ゴシックロマンス作品では迫害される乙女テーマとして取り入れられている。 イギリスでは16世紀にヘンリー・パッセイにより多くの修道院が廃止され、廃墟となったり転用された修道院の建物が多く残っており、これらが作品の格好の舞台となった。19世紀初頭になるとファンタスマゴリアと呼ばれる厳冬期の興行が始まり、幽霊や怪奇現象を映像として見せる小説よりも強烈な刺激として人々を引きつけ、 ついで大衆雑誌の交流の中で残虐な犯罪実話をもとにした娯楽読み物に人気が集まるなどしたことでゴシックロマンスの人気は終焉する。ケイレブ・ウィリアムズは隠された事件を解き明かしていく過程により推理小説の原型とも言われる。ロマン派詩人のコールリッチ、ロースイフの歌、クリスタベル、クーブラ・カン、キーツ、ヘビオナ、残忍美女、シェリー、ザストロッチなどは ゴシック小説中の幻想が用いられている。ジェーン・オースティン、ノーサンガー・アビーは、ゴシック小説好きな主人公の少女が、中世の僧院だった屋敷に招待されるという、ゴシック小説のパロディーの要素も組み込まれている。イギリスでの流行は19世紀初めに終わるが、フランスでは、オトラント・ジョー・キタンが1767年に翻訳されて以来ゴシック小説は大いに読まれて、 サド公爵、小説論、恋の罪で、マンクが礼され、またシャルル・ノディエが影響を受けた作品を書いたほか、ガストン・ドゥルー、オペラ座の怪人、1911年などが生まれ、フレンチゴシックと呼ばれる。ドイツでもこれらの影響により、ゲーテ、ドイツ亡命者の談話や、シラー、マネティ礼妖術師、ホフマン、悪魔の霊主などが書かれた。アメリカでは、チャールズ・ブロックデン・ブラウンの、 ウィーランド、1798年がアメリカンゴシック小説の層かけるである。また、ヒモジ、1850年のナサニエル・ホーソンや、アッシャー家の崩壊、1839年、オーガラス、1845年などのイエーポーが、その系譜を継ぐ作家であり、ハーマン・メルビルも、幽霊戦、1855年などがゴシック小説的作品と言われる。イギリスでも、 シェリダン・レファニュやブラム・ストーカー、ドラキュラ、1897年など、この分野の怪奇小説が書かれる。デンマークからアメリカの作家になったカレン・ブリックセンも、7つのゴシック物語、1934年がある。ゴシック小説では礼拝堂、鎧、肖像画などが道具律として使われたが、堀や羽橋、秘密の地下道のある古い屋敷は、 推理小説ブームの時代においても、エイエミルン、赤い館の秘密、1921年、コナンドイル、恐怖の谷、1914から15年などでも舞台とされた。ゴシック小説的手法を用いた作品として知られるものには、エミリー・ブロンテの、嵐が丘、1847年や、トマス・ピンチョン、V、1963年がある。 オトラント上期間は20世紀になるとシュルレアリストたちによって再評価され、特にアンドレ・ブルトンはこの作品が夢から着想を得た点に注目した。アメリカではシャーリー・ジャクスンらゴシック・ノベル、ゴシック・ホラーなどと呼ばれる現代的ゴシック小説が高い人気を保っており、1990年代にはポストモダンが EA ポーと言われるパトリック・マグラーなどのニューゴシックが注目された。 ゴシック小説定番のモチーフは、怪奇現象、宿命、古城、古い館、廃墟、幽霊などであり、それらは現代のゴシック小説でも継承されている。映画においても、ケンラッセル、ゴシック、1986年や、ピトフ、ビドック、2001年といったゴシック趣味の映画が作られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。